自閉の動画解放軍知恵の動画解放軍今日はエネルギーの話ですね。身近なエネルギー。それをワットモニターを使って測ってみます。多くの人、エネルギーに関しては、何かこんな感じがする。電気を食いそうな感じがする。感じがするという言葉。それで片付けてる。でも電気、皆さん見えないですよ。見えないものを感覚で考える。機械が大きいから電気を食う。こんな作業をやってるから電気を食う。 あ、こんなもの、静かに動いてるから電気食わないよ。そんなこと言ってるぐらいでしたら、ワットメーターを使って測ってみましょう。今日は乾電池の充電。充電式の炭酸電池を4本充電しました。時間は13時間かかりましたね。実はこれ急速充電じゃないんですよ。古いものです。この時にワットメーターで測ったら、3ワットの電力を使ってましたね。そして充電終わると、0ワットになった。もう、キロワットアワーという考え方ですと、 わからないぐらいの誤差ですね。0.00何とか。そのぐらいのオーダーですね。でも、測ることによってわかるんですよね。手持ちの機械。どのくらい電力食ってるか。そして電力食ってるんだったら、使い方をちょっと考えてみる。今日の結論としては、乾電池の充電ぐらいじゃ、そんなに電力使ってない。あ、あと待機電力。これ賢いですね。充電が終わると、待機電力ゼロになります。省エネですね。 充電したまんまコンセントに差しっぱなしにしといてもそんなに電気食わないですね。でも使い終わったらしっかりコンセントから抜いときましょう。これは省エネの問題というより安全の問題ですね。これからもいろいろな電気製品、ワットメーターを使って動いてる時の電力、電源を切ってる時の電力、それを測ってきます。世の中、大きい電気製品だから待機電力が大きい、サイズがちっちゃいから待機電力も少ない。そんなことはないですね。 それとそもそも待機電力がないもの、そういうものもあります。それ私このワットメーター、ゴミゼロ動画の商品でもらいましたね。地球環境に貢献しましょうということでもらいました。だから、私と一緒に家庭用の電気製品、何がどれだけ電力を送ってるのか、どうしたら節電できるのか、それを考えていきましょう。自閉の動画解放軍でした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。